開発したもので、ネクステージと作業台の移動に使用いたします。このユニットは、たくま製鋼車製です。次に、作業台に搭載された各パーツをネクステージが認識し、指定位置に配膳させ、スマートピッキングフィーダー状の部品であるペグをハンドプロビジョンで認識します。破棄できるペグがないと認識した場合、右手でボタンを押し、フィーダーを操作します。フィーダー状の赤いペグのみを認識して、トレイの決められたポジションに並べます。このように2種類以上の部品混入も可能です。自らボタンを操作し、ペグをピッキングしていることがお分かりいただけますでしょうか。ピッキング作業の途中ですが、次にモーションステージキットのご説明をいたします。これは NIC オートテック社製アルミフレームと THK 製電動アクチュエーターを組み合わせることで、高い汎用性と制御ワンレスを実現しております。作業台の下には何もないことをご確認ください。ディスペンス作業が始まりました。ステレオカメラでランプ点灯を確認し、所定の位置にあるか判断しボタンを押して動作が始まります。作業完了、ランプ点灯で確認しカバーをセットします。次に配膳位置にワークをセットし、左ハンドを交換します。ネクステージの電源を自身で抜きます。移動中は AGV ユニットに積んであるバッテリーで給電を行い、AGV ユニットで第2工程に移動します。完了したようです。ネクステージが給電プラグをセットし、AC 電源に切り替わりました。ハンドを交換し、周辺装置の位置情報を確認しています。確認が終わったようです。締め工程にワークを配膳し、作業を開始します。ここでは、太陽射線ネジ締め機と沢射線ネジ保持機、超小型ネジ供給装置を使用しております。このネジ締め工程も人と共用が可能です。次に、左手をナットランナーにツールチェンジし、M6 のボルト締めを始めます。これまで自動車関連のお客様からのご要望が多かったボルト締め作業のご提案となります。この作業は人が使用しているスティック社製のハンドナットランナーとトレーサーアームを利用しております。このように汎用補助機器を利用することで、ネクステージでも M6 のボルト締めが可能となりました。ナットランナーからツールチェンジしてハンドに交換します。作業終了を確認し、画像検査を開始します。モニターに拡大して写した文字を確認します。ハンドを交換する際に使用しているハンドプロビジョンのご紹介をさせていただきます。ツールチェンジャーにより最適なエンドエフェクターを貫通することで汎用性拡大する商品となっております。 AGV ユニットで第1工程まで移動させ、作業台にワークを排出いたします。一連の動作は継続しておりますが、お客様から向かって左側をご覧ください。次に第3工程で使用しているロボットスライダーをご紹介いたします。ここ
THK 製電動アクチュエーター USW に状態部分を搭載し、ネクステージの可動エリアを拡大しております。専用課題と利用が可能で汎用性を損ねません。この工程では第2工程より乾燥されたワークの分解作業を行っております。ネジ締め工程とネジ2本とカバー、吸着ハンドにてペグを取り出しております。ロボットスライダーを利用することによりネクステージ1台で2台分の工程をカバーしてまいります。これで作業終了となります。本日ご紹介したネクステージとオプション製品のカタログを受付にてご用意しております。またモーションステージキットとロボットスーツはブース内に展示しておりますのでご覧ください。装置の詳細につきましてご質問などございましたら係員までお気軽に申し付けください。今後ますます変化の革新が求められる日本のものづくりを THK インテックスはネクステージのエンジニアリングパートナーとして川田工業株式会社とともに皆様にご提案してまいります。次回のデモンストレーションは3時40分を予定しております。本日はお忙しい中 THK インテックスブースにお立ち寄りくださり誠にありがとうございました。